もう…何よいきなり電話してくるなんて何よえあいや別に私も悪かったしっていうかあの喧嘩以来ずっと考えてたけど私も大人げなかったなって ごめんなさい私もちゃんとあんたのこと考えてなかったバイト先の子に嫉妬しちゃってごめんなさいだってあんたはかっこいいし気遣い半端ないし優しいんだもんいつもデートの時は支払い先に済ましてくれてるし いつも私が落ち込んでる時とか何も言わずにそばにいてくれるし何よりいつも自分のことよりいろんな人のこと大切にして考えてくれてるしだからそんなあんたが好きなのかっこいいあんたにふさわしいかわいい彼女になりたいってずっと思ってたんだから何よ バカ…こっちは結構真剣に言ってるんだからね笑い事じゃないんだからううるさいうるさいそんなこと言われてもなびきません照れませんから本当は照れてるくせにってもううるさいな 今からそっち行っていいかっていいの今夜中だようんうんありがとううんあんたに会えるのすごく嬉しいバイク 危ないから気をつけてきてよねうん待ってるからねえ最後に一つだけあのね私あんたのことすごい好きすぎてたまにこういうふうに自分の行動を空回りしちゃうことたくさんあると思う でも、あんたの気持ちも大事にしたいしできるだけあんたとは一緒にいたいって私もずっと思ってるからうんだからずっと私と一緒にいてねありがとう大好きよ